こんにちは、西内まりやです。皆さんいつもコメントありがとうございます。今日はですね、私の持っている私物を紹介したいと思います。じゃん、これが私のいつも使ってるバッグなんですけど、この中に入っているのは電子辞書です。ちょっとカタカタしいかもしれませんが、電子辞書を紹介します。勉強に必需品なんですよですね、シャープの電子辞書を使っています。勉強には本当に必要でですね、私はいつもこのようにして最近ずっと勉強しているんですけれども、やっぱり英語ですね、英語、そして国語をこのように勉強しております。私も一応高校2年生学生なので、一生懸命勉強に励んでいるんですけど、今日は、この電子辞書で勉強をしたいと思います。ハッピーハッピーはい、皆さんいきます。ハッピーハッピー、まあこんな感じでですね、好きな調べたい言葉を調べて、このように勉強しています。皆さんも、勉強頑張りましょう、一緒に。それでは今日はすごく暑かったので、暑かったのですが、明日からまたちょっと寒くなっちゃったりするかもしれないので、皆さん、体に気をつけてください。それでは今日の西内まりやのウェザーニュースでした。バイバイ。やっぱダメだ